はいどうもこんにちは、ササヤンです。本日もニュースをくっついていきましょう。今日ご紹介するニュースはですね、スポーツ報知かですね、見出しなんですけれども、小倉智昭氏、国内感染拡大防止への韓国への協力要請を期待、日本も頭を下げてよろしくお願いしますって、てんてんてん。なんだか気持ち悪い精神のおじさんがテレビの電波でしょうもないことを発言しているようなんですけれどもね。では早速本文を読んでいきましょう。6日放送のフジテレビ系特ダネで、韓国はこの日から外出自粛などの様々な制限の緩和が始まったことを伝えた。韓国は先月18日以降、1日の新規感染者数が連続で20人を下回り、一昨日の感染者数は3人だった。番組では緩和前日となる5日の首都ソウル市内を取材。繁華街は人で溢れ、飲食店でも席を隣り合わせている姿など、コロナ前の日常を取り戻している様子を VTR で伝えた。さらに番組では日本と韓国のコロナ対策の違いを取り上げた。韓国政府は感染拡大防止対策、軽防疫を打ち出し、PCR 検査を積極的に実施した。結果、10万人あたりの検査数は単純な比較こそ難しいものの、日本の118件に対し韓国は1198件となっている。お、なるほどですね。この検査体制の数だけを見ると韓国は日本の10倍やっているということなんですね。素晴らしいですね。拍手。はい、それで、また感染者数の性別や年齢、利用した店や時間などの行動履歴を公表するなどし、感染経路の不明が東京都の約 72% に対し、韓国は約 6% となっている。また韓国は生産した検査キットを積極的に海外に輸出していることも伝えた。素晴らしいですね。ね、ちゃんとね、行動履歴をですね、逐一、ね、全国民に公開して、さらにそのね、優秀な検査キットは、何やらメリーランド州でね、アメリカのメリーランド州に50万個送って、そして今ね、それが不良在庫かなんかでずっと積み上がってるみたいな状態なんですけどもね、相手国が使ってるか使ってないかはともかくとしてね、輸出だけは素晴らしいというふうに、この特ダネは言っているわけですね。いやー、なんと言いましょうかね。エビデンスが足りない。はい、それで、自宅からリモート出演した小倉智昭キャスターは検査キットについて、今日の朝のニュースなどを聞くと、韓国が日本の感染拡大を阻止するために韓国も協力してもいいですよっていうようなことを言い出しているそうなんですよと明らかにした。なんでしょうね、このね、伝え聞きの伝え聞きみたいなね、伝言ゲームみたいなことでさ、話してるじゃないですか。ちょっともう一回言ってみましょうか。韓国が日本の感染拡大を阻止するために韓国も協力してもいいですよっていうようなことを言い出している、そうなんですよみたいなね。なんだよね、また聞きのまた聞きで聞きましたみたいなね。はい、で続けましょうか。その上で、ということであれば、今日韓関係って非常に悪いじゃないですか。これがいいきっかけになると思うんで、日本も頭を下げて、いいですか、もう一回ね、言っときましょうか。これがいいきっかけになると思うので、日本も頭を下げてよろしくお願いしますって言ってもらいたいなって感じがするくらい日韓の差が出ましたね、コロナに関しては、とコメントしていた。おしまいと。小倉さんね、あ、ごめんなさい、間違った、小倉さんじゃないね、小倉さんね。その韓国ご自慢の検査キットを日本がもらい受けると、譲り受けると、それ感染防止につながるんですかね。今のお話だとつながるっていうことなんですよね。そして韓国人と同じく、これ GPS ロガーみたいなものをつけて、いつどこでね、感染者がどういう行動をしてるかね、監視すればいいじゃんっていうふうに、これね、二つのことを合わせてセットでね、ご提案してるっていうことなんですよね。いや、素晴らしいと思いますよ。ぜひそうしようじゃありませんかね。テレビの前でそれをね、ちゃんときちんと堂々と言えばいいと思いますよ。例えばですよ、石田純一さん、悪いけど、あんた今すぐ GPS をつけて退院してもしばらくの間は、ウェブ上であなたがね、どこをどう動き回ってるのか、逐一オープンにしてくださいと。そういう風にね、小倉さんは石田さんに対して言えるんですよね。言えるんだったら最高ですよね。うん、韓国式のそのコロナ対策を導入するってことは、そういうことじゃないですか。だからぜひ言ってほしいんですよ。そしたら私は拍手を送りたいと思いますよ。イエーイって感じでね。
それから、あとね、まあ、そんなことを普通やったら一億総監視社会は嫌だっていう形で、野党がキャン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 吠えるかと思うんですけども、そんな野党に向かってですよ、生命の危機の前では人権さえ無力なのだ、そういう風にかっこよく言ってくれるんでしょうかね。あとね、笹谷ね、この小倉さんのこのコメントに対してどうしてももう一つね、気になることがありましてね、どの部分なのかと言いますと、これよろしくお願いしますって言ってもらいたいなって感じがするぐらい、日韓の差が出ましたよねっていう、ここの日韓の差が出ましたよねの部分なんですけどもね、その日韓の差ってどの程度差が開いてるんですか？具体的に数字を出して言ってほしいんですよね。僕は前回の動画でも言っているんですけれども、手段がどうであれですよ。結果論で言えば、韓国は新型コロナをうまく封じ込めた国だと思っています。でも、日本だって死者数だけを見たら失敗したうちには全く入りませんよ。ね。世界の数字を見てるんですかね、小倉さんはね。それに、その新型コロナの死者数が隠蔽工作されてるだとかっていうね、そういった噂話もあるんだけども、だとしても、例えば火葬場がですね、やけに最近ね、遺体をこう焼却する数が増えてるだとか、あるいは、国の死者数の統計数値だって、例年並みなわけじゃないですかね。だから死者数の数の具体的な部分を見る限りは、全くもって不自然じゃないわけですよね。隠蔽してないということは立証できるわけですよ。もし、日本より段違いに優れていた対策を打っていた国だとするならば、それは韓国じゃなくて台湾の方じゃないですかね。だから台湾に頭を下げて何かを請うべきというふうに発言した方がいいんじゃないんですかね。その無神経な発言が頭を下げて仲直りするみたいな発言がですよ、ただただ本当に気持ち悪い。それと小倉さんの理論をね、こう左旋回系のササヤンが使えばこうなりますよ。アメリカもイギリスもイタリアもフランスもその他の欧米よ、日本の死者数はあなたたちよりも絶対的に少ない、おそらくは100分の1だ、だから日本に頭を下げたら理由ぐらいは教えてやってもいいよ、こんなことを小倉さんは言っているに等しいんです。僕のね、今言ってることって相当気持ち悪いことを喋ってるよね。知ってる。わざと言ってるんだから。でも、これを見てる皆さんに本当に気づいてほしいんです。国家間で頭を下げろとかね、下げさせるだとか、そういった言葉って簡単に使っちゃいけないんですよ。それはね、とてつもなく失敬なことなんです。でも小倉さんはそれを真顔で朝の番組で言えるんです。日本を代表するキャスターがそれを平気でテレビで言えちゃうんです。おそらくこの動画を小倉さん本人が見ても、え？何言ってんの？わかんないっていうふうに思っていると思いますけどね。自分の発言がどれくらい気持ち悪いかは気づいていないと思います。おそらくは小倉さんっていう人はそうやってね、自分の身の回りにへりくだらせる、人をね、へりくだせる、頭を下げさせる環境を作っていることなんでしょう。だからそれが普通だから、そうやってペローンと言えちゃうんですよ。そうじゃなかったら、あんな風に自然体で出てくる言葉ではないですよ。国家間で頭を下げるなんていうことがね。まあ、テレビ界隈はそうやって適当に喋っていけばいいと思う。その都度、ネットでそのバカさ加減が検証され、呆れられ、嘲笑の的になるでしょう。今もそうなっていますからね。それからもう一つ付け加えるのであれば、このコロナウイルスが収束した未来のお話、おそらくあと1ヶ月後とか2ヶ月後、3ヶ月後の未来予測になりますが、僕はテレビ業界はこぞってリストラされる運命になると思います。多くの国民はこのステイホームという生活で気づきました。何を気づいたのか。有料のネットフリックスだとか、アマゾンプライムだとか、Unext だとか、その他の有料動画コンテンツ、あるいは無料の YouTube だとか、ニコ動だとか、まあ、アベマ TV の一部だとかのコンテンツね、そういったものがテレビの代わりに時間を潰せる、ながら見できるコンテンツが世の中にはいっぱい溢れているんだ、ということに気づいたわけです。小倉さんの不用意な発言は、ネット界隈にただ薪をくべて炎上し、そしてネットの閲覧数、あるいはこういった YouTube みたいな動画コンテンツの再生回数をただ押し上げていくことになりますよ。つまりは、テレビの不用意な発言がネットの閲覧数、ネットの再生回数を間接的に後押ししちゃっているということなんですよね。まあそれに気づいているのかどうか、多分気づいていないと思うし、まあおそらく一生気づかないと思いますよね、ああいう連中はね。まあとりあえずですね、小倉さん他ね、テレビに出てるね、しょうもないキャスターは、そのしょうもない理論をずっと振りかざしていてくださいということでね。
今日はひたすら小倉キャスターに辛辣なメッセージを送っておりますけれども、まあこれはあくまでもささやん的な叱咤激励のつもりですのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ今日もね、最後は謎かけで締めたいと思います。小倉キャスターの頭とかけまして、男性のあそこと解きます。その心は、ヘッドがスキンでたまに群れます。まあ今日はこんなちょっとね、お下品な謎かけになってしまっておりますけども、そういえばですね、小倉さん自宅から中継してるのを見たらね、本当どうでもいいおっさんにしか見えなかったんですよね。あれなんかこう顔になんか塗るなん、動乱っていうのあれが薄すぎたのかどうかわかりませんけどね、本当ね、おじさんというかおじいちゃんな顔してましたあの朝の番組なんだからもうちょっと清涼感を出してほしいんですけどもね、朝ズバのあの美濃さんがね降板する一歩手前みたいに本当にね、顔だとか肌にキレがないですねもうね、あの特ダネのメインキャスターは小倉さん下ろしてね、もうあの古市さんとかでいいと思うね、うん、それでちょっとねあの物議を醸すような発言をして、ね、ネットで騒がれた、またこの次世代のね薪の首役として、古市さんなんてのはぴったりだと思いますね、うん、マジであの古市さんとそれから三浦瑠麗さんかな、うん、あの二人でコンビを組ませて特ダネをこう回していけばですね、コスト削減にもつながるだろうしね、うん、小倉さん一人のサラリーよりもあの二人を使った方が断然安いわけでしょ、うん、そんな感じで視聴率がね、落ちない感じでコストダウンをつなげるという感じでフジテレビさんにササヤンから提案しておきますということで、本日も楽しかったよ、面白かったよという方、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。